グラキリラプトルは白秋前期に生息していた、獣脚類恐竜の属の一つである。ドロマエオサウルス科のミクロラプトリアに分類されている。タイプシュグレイソリラプタールギアチネンシスは2004年に、女性と王像林により初めて記載、命名された。属名は、ラテン語で、繊細なを意味するグリシリスと、略奪者を意味するラプターから造語されている。 種照明は化石の発見地である陸化トンに由来する。ホロタイプ標本、i ボ o p V13474 は、中国、遼寧省、北表紙で発見された。復元図タイプ標本であり、唯一の標本は、部分骨格であり、複数の葉のついた上がっ骨、ほぼ完全な前足及び、甲子、10個の部分的な押尻入れ構成される。生存時の全長は、 約90センチメートルと推定される。チューブの oc い、胞子の下部が非常に細長く、非常重脚類の中でも極端に、軽量な骨格である。大腿骨の長さは13センチメートルで、体の全長は1メートルと推定される。また、2010年には、グレゴリー・ポールが、全長1メートル、体重1.5キログラムと、情報修正した推定をしている。 オシーの後方の関節突起は薄い骨の鞘、あるいは白膜によって結合している。この骨症は続くダイヤオシーの椎体の上面後方まで伸びていて、尾のチューブを補強しており、すでにドロマエオサウルス化で典型的な長い前関節突起による固定化が生じていた。グラギリラプトルは技研層の最下層である陸化トンブ層で発見された。この地層の上部からも、 同様に初期のドロマエオサウルス科の獣脚類が発見されている。この地層の地質年代は名前のついたドロマエオサウルス科の種のものとしては最古のものであり、ドロマエオサウルス科の状態の良い化石としても最古である。グラキリラプトルはドロマエオサウルス類としては初期の種であり、このグループの初期の進化と多様化についての情報が得られている。 一般的に初期のトロオドンカやアビアラエといくつかの特徴を共有しており、アビアラエ、トロオドンカ、ドロマエオサウルスカが禁煙であるという説を支持する女、および王はグラキデラプトルが同じドロマエオサウルスカで年代がわずかに新しい旧仏像層から発見されているミクロラプトルと禁煙であると考えた。後にミクロラプトル赤に配置された。ありがとうございます。